では初めの話題です。人気音楽グループ湘南乃風のメンバーハンくんさんが南陽市のラーメン大使に任命され、昨日委嘱状の交付式が行われました。南陽市ではラーメンを通して市の PR を行っていて、2016年から南陽市にゆかりのある著名人などをラーメン大使として委嘱しています。今回20人目の大使として委嘱されたのは湘南乃風のメンバーハンくんさんです。市役所で行われた交付式では、白岩市長からハンくんさんに委嘱状とラーメン大使の名刺が手渡されました。ハンくんさんは南陽市出身在住のレゲエ DJ ジャイアンこと島津武博さんと10年以上前から親交があった縁で、今回ラーメン大使に任命されたということです。同じ市の中にこんなにバラエティというかキャラクターがあるラーメンを誇れる街っていうのは全国的にもないと思うので、実際ラーメン屋さん行っても、まあ似てるとは言わないですけど、タイプもね近しきものが、でもあのカタログの中だけでも全部が絵で違うっていうのは、なんか僕も今から食べさせていただくお店も含めてもう楽しみが膨らむし、ああいう風にカタログになってるっていうのは、なんか遊びに来た方たちのこのなんか高揚感みたいなのもすごく煽るというか、うん、高揚していく気持ちにつながってるなと思って、はい、めちゃくちゃ楽しみですし、いいですね、ああいうの、はい。でもやっぱり僕音楽やらせていただいてるんで、まあ音楽を通して何かつながることがないかなとか、まあちょっと夢物語みたいなところですけど、いつかこのラーメンのお店の方たちがこう、例えば野外のフェスティバルみたいなやられてる時に僕も歌わせてもらったりとか、なんかそのラーメンと音楽が融合したなんかそういうフェスみたいなとかできたりとかしたらすごくいいなっていうのはお話しさせてもらったこともあったので、まあ夢みたいな話ですけど、夢は見た方が叶うと思うんで、はい。なお、ハンくんさんと島津さんの2人は市内のラーメン店のテーマソングを書き下ろし、近日中に YouTube で公開する予定で、早速南陽市のラーメンを PR することになっています。伝統野菜雪菜の目揃え会が昨日米沢市の愛宕古備線で開かれ、今年の出来栄えを確認しました。雪菜は米沢藩9代藩主上杉鷹山が冬場の生野菜不足対策として奨励したとされています。現在は米沢市上永井地区の8軒の農家が生産していて、目揃え会には生産者をはじめ市場やスーパーの販売業者などおよそ35人が出席し、今年の出来栄えを確認しました。今年は8月の大雨の影響で生育にばらつきがあるものの、品質に問題はないということです。夏の豪雨といいますか、長雨の影響で発種が若干遅れたという部分がありまして、生育にちょっとばらつきがあるというところはあるんですけれども、ようやく雪も降りまして、大変おいしく仕上がっているなと思っています。雪菜に関しては一般的にはふすべ漬けにして食べていただくのが一般的なんですが、一番のおすすめはしゃぶしゃぶです。豚肉と一緒にしゃぶしゃぶしていただきますと、口の中雪菜を食べるとさっぱりするんで、無限に豚肉食べられます。ぜひ試してみてください。出荷は去年よりやや少ない6トンを見込んでいて、来年2月頃まで続くということです。また目揃え会では3年ぶりに雪菜料理の試食も行われ、冷や汁やふすべ漬けのほか、米沢ブランド推進協議会主催の令和元年度雪菜料理コンテストでグランプリに輝いた古志田町の高橋雅子さんの作品、和と洋のハーモニー雪菜のチュレピクルスも並び、参加者は今年の雪菜を嬉しそうに味わっていました。では次です。全国郵便局長会山形県南部地区会から米沢市社会福祉協議会に今日高圧洗浄機4台が贈られました。
米沢市健やかセンターで行われた贈呈式には、全国郵便局長会山形県南部地区会の飯沢隼人会長など3人が出席し、飯沢会長から米沢市社会福祉協議会の大滝英二会長に高圧洗浄機が手渡されました。沖多摩地区の郵便局長で組織する南部地区会では毎年福祉施設に車椅子を送るなどの社会貢献活動を行っています。今回は今年8月の豪雨災害を受け、災害復旧時に泥の洗浄に役立ててもらおうと高圧洗浄機4台およそ10万円相当を送ることにしたものです。大滝会長は米沢市社会福祉協議会でも豪雨災害の時川西町に人員を派遣し復旧作業に当たったが、泥対策として高圧洗浄機の必要性を強く感じたと話し、感謝の気持ちを表していました。贈られた高圧洗浄機は豪雨災害の復旧作業に活用されることになっています。e スポーツをテーマにした特別公開講座がおととい山形大学で開かれました。この講演会は今話題の e スポーツについて多くの人に知ってもらい地域の発展につなげようと、武将の町米沢 e スポーツ振興会と山形大学工学部が合同で開いたものです。講演会は全3回の日程で行われ、初回のこの日は工学部の学生などおよそ40人が出席し、日本 e スポーツ連合副会長の浜村博一さんが e スポーツとは何かと題して講演しました。浜村さんはゲーム総合誌週刊ファミ通の編集長に就任した後、角川の常務取締役を経て、現在は日本 e スポーツ連合の副会長として e スポーツ産業の発展に向けて活動しています。浜村さんは海外の e スポーツ先進国の事例を紹介しながら、海外の学校では体育の授業の一環で e スポーツを導入したり、奨学金の対象になるケースもあるなどと説明しました。また日本の e スポーツについては、今は発展途上の状態だが、2025年にはさまざまな産業が発展し、3000億円規模の市場が生まれる可能性があると話していました。この講演会の模様は後日 NCV ビッグスペシャルで放送します。市民の健康な体と心づくりに役立ててほしいと、南陽市に昨日折りたたみチェア50脚が寄贈されました。寄贈したのは南陽市三間通りに本社を置く JI と山銀リースです。この日は JI の石黒瑠璃子社長や山銀リースの柿崎正樹社長など4人が市役所を訪れ、白岩市長に折りたたみチェア50脚の目録を手渡しました。今回の寄贈は山銀リースと契約顧客が SDGs に取り組む団体に契約額の 0.2% 相当額を寄付するSDGs 応援リースを活用したものです。石黒社長が子どもたちや市民の皆さんの健康な体と心づくりに役立てば嬉しいと話すと、白岩市長は頻繁に使う物品の寄贈は大変ありがたいと感謝の言葉を述べました。贈られた椅子はリサイクル可能な環境に優しいもので、近日中に南陽市民体育館に届けられるということです。